今回からハイエフィカシー動画シリーズとして連続で動画を配信してみたいと思います。コーチングのチャンネルなので各方面からさまざまなこう問い合わせとかいただくんですけども、やはり一番多いのはエフィカシーを高く維持するための秘訣を教えてくださいとか、エフィカシーがどうしてもうまくいかないときに下がってしまうんで、なんとか対処する方法はないでしょうかと、そのような問い合わせとかですね、質問とか、たくさんいただくんですけど、これはコロナ禍でもう3年経ちますけれども、まだまだ増えてきてるかなって、逆に増えてきてるかなっていう感じがするんですね。でこのコーチング理論の中で、まずはゴール設定ですね。現状の外側にゴールを設定すると、現状のコンフォートゾーンの外側にぶっ飛んだゴールをですね、高いところに設定すると。エフィカシーの定義はゴール達成における自分の能力の自己評価ですから、このエフィカシーをとにかく高めていかないと、ゴールを設定しても絵に描いた餅になってしまうわけですよね。なかなか動かないと。例えば年末年始で言うと、そうですね、正月、今年はこんなことやるぞって目標を立ててもですね、1年振り返ってみて12月にそれをですね確認してみると、あれ、これは全く動いてない、これも全く動いてない、これも全く自分は行動できなかったみたいなことにもなりかねないんですね。じゃあそれをどうすればいいか、このコーチング理論では科学的根拠のある理論体系になっているので、まさにその一過性のそのエネルギーを出して、その場でやるぞってエネルギーが高まって3日もしたらまた元に戻ってしまう、そういったことがないような科学的根拠のある理論体系なんですよね。でその中心であるのは、そのゴールの設定の仕方、そしてその高いエフィカシー、ハイエフィカシーをいかに維持していくかというところになりますので、これをですね、今回の動画シリーズでは何本かにわたってハイエフィカシーに関して、そこを柱にしながら、マインドの使い方についてですね、この動画シリーズでしっかりと届けていきたいなと思います。ですので最近コーチングを学び始めた方も学べるような内容にしていきたいと思いますし、中上級者の方も新しい気づきが得られるような内容として、そういったものも盛り込んでいきたいと思うので、ぜひうまく活用していただければと思います。今回は1本目の動画としてですね、ハイエフィカシーの基本と、実践ワークを紹介してみようかなと思います。先ほど言ったように、エフィカシーの定義ってもうすごいシンプルなんですよね。多くの方もすでに学んでると思いますけれども、このエフィカシーの概念を理解した上で、じゃあ一体このエフィカシーどうやって高く維持するのかっていうところですね、ポイントは。でそれに関して言うとですね、おそらく戸橋博士の200冊250冊以上の本には、コーチングに関する書籍であればコーチングの内容ですが、それ以外のそのタイトルの書籍もですね、必ずと言っていいほどそのコーチングの要素が含まれているわけですよね。その中でもですね、コーチングの要素としてエフィカシーをとにかく高めていくっていうのが、言語化されて文字化されているもの以外に、その全体の土台としてですね、高いエフィカシーを維持する、さらにエフィカシーを高めていくような、そういう非言語のメッセージが実はたくさんこう組み込まれているっていうふうに理解するといいと思います。自分はそれを書いてある文字から、その奥にある働きかけですよね、もっともっとエフィカシーを高めていいよと、さらにゴールを高くしていいよと、そういうメッセージを我々は受け取ることができるので、ぜひですね、そういう視点でですね、書かれている文字情報だけではなく、それもとても重要なんですけど、そのさらに奥にある非言語情報をうまく捉えながら、繰り返しそれは書籍を読むとそれが見えてきたりしますので、できるだけ購入した書籍、もしくは Kindle で、Amazon アンリミテッドでたくさん本が読めますけれども、友達博士の本をですね、繰り返し繰り返し読むことを習慣化してみるといいと思います。ということで、エフィカシーを高めていくということについて、今日はしっかりと基本のところからお話をしてみたいんですけれども、自分自身がですね、エフィカシーという概念を学んだ上で、どんどんエフィカシーが高まってきたということで言うと、2009年に友淵博士とルー・タイスに直接出会いましたと。それはダブル講演会ですね。そういったリアルな講演会に何度も何度も足を運んでですね、世界トップのコーチ、友淵博士、ルー・タイスと場を共有することによってですね、非言語情報としてこの高いエフィカシーを自分の中にこう取り込むことができたなというふうに、今は振り返って、確認することができるんですけども、まず一つはそのエフィカシーを言葉で語る情報だけではなく、やはり体感がとても重要だなっていうことをすごく感じてきてます。これは
より詳しく学びたい方は認定講座に来ていただきたいところなんですけれども、今回はシンプルにそこはお伝えしていこうと思いますけれども、概念をですね言葉で理解しても実際その体感として自分の中にインストールできない限り、高いエフィカシーってこういうことだよねって頭で分かっていても、それが自分自身の中にこう無意識レベルまでインストールできるかどうかっていうのは全く別次元であるということですよね。その一つのヒントが、高いエフィカシーの人と場を共有すること、そしてできれば高いエフィカシーの人とコミュニケーションを取ること、例えば講演会に行ったりセミナーに行ったりする、今で言うとですねオンラインでももちろんできるんですけれども、その場に行ってみるっていうのはオンラインよりもやはり一歩踏み込んだところで、書籍よりも動画の方がいろんな情報を受け取るっていうのは多くの人がもう理解してる、体感しているところだと思うんですけれども、さらに場を共有する、リアルな講演会に参加する、セミナーに参加することによって、なんかこの空気感とかですね、あとは会場に、その講演者が入ってくるその姿を見るだけでグッとこう上がる感じっていうのは、なかなかこれはオンラインでは経験できないところかなと思うんですよね。自分自身も初めて友部茶活性の講演会に参加した時にですね、右手から出てこられた記憶があるんですけれども、席に着くまでのその数秒間ですかね、でやっぱり空気感が、会場の空気感がこうキュッと変わったというかですね、緊張感というか期待感ですよね。そこに多くの人が集中して、これから 何が起きるんだろう、これから何が起きるんだろう、これからどんな話が聞けるんだろうって、このワクワク感がすごかったです。それが会場にいる人がその集中してマイクを設定している間、マイクをセッティングして、でコーヒーかなんか飲んで、じゃあ始めようかのこの瞬間までの、まあ、数十秒間ですかね、ここでもなんか圧倒的なエフィカシーを感じることができたというのは、まあ、自分の体感としてあります。それは何なのかっていうのはですね、いろんな説明の仕方あると思うんですけれども、語ってる言葉ではなく、その人のその雰囲気とか所作とか、そういったところから感じるものですよね。まあよく言われる、例えばオーラを感じるとか、なんかそんな感じですよね。その人の存在感を感じるとか、その目線の置き方とか、その立ち振る舞い、あとこの姿勢とかですね、あとこう呼吸、息遣い、そしてその話すスピードとか声のトーンとかですね、まあ、そういったものを全て我々は感じ取ることができるわけですよね。自分はその2009年に初めて友達博士の講演会に参加した時の記憶というのは、本当にこう鮮明にリアルにみずみずしいというんですかね、そういう感覚でしっかりと情動記憶としていつでも引っ張り出せるようにしてます。で時々ですね、こういう話をするときに思い出してみたりするんですけども、まさにその場にいるかのような感覚で全部再現できるんですね。雰囲気と、そしてそのステージのその色とか照明の感じ、そして一番最前列にいたので、横にこう人が並んでるんですけども、そういう視覚聴覚五感で感じるものを全て思い出すことができる感じですね。そうするとどういうことが起きるか、情動記憶ですか、情動が乗った記憶なんで、すごいこうエフィカシーが高まった、なんかこうワクワクして未来がなんか変わるんじゃないかって、これからすごいことが起きるぞっていう、そういう予兆予感みたいなものと、自分自身のエフィカシーがぐっと高まっていく、その体感が乗った情動記憶としていつでも引っ張り出すことができる。これがまあ自分が時々やってるというんですかね、割と習慣的にやってることなんですよね。でこれはやればやっただけエフィカシーが高まりますし、まあ、自分自身は今コーチングを学んで実践し、そしてコーチを育成する側になってますから、マスターコーチとして講座もさせていただいてますけれども、その中で高いエフィカシーを維持するためのやり方とかですね、こと細かく解説し、そしてワークも紹介して実際やっていただいたりします。だから今日はですね、最後の方でその一部をご紹介したいなと思うんですが、非常にシンプルなんですけど、とても大きな効果があるんですよね。でこれをできれば繰り返し、もう習慣化して毎日のようにそれをやるということ、それをやるだけでマインドが未来思考でポジティブになり、そして高いエフィカシーが維持されるということが実際起きてくるので、それを体感していただきたいと思います。まあワークについてはこの後説明しますけど、まずはエフィカシーの概念を理解すること、ゴール達成における自己能力の自己評価、これを徹底的に高めると。だからハイエフィカシー、高いエフィカシーを維持することによって、現状の外側に設定したゴールを達成していくということですね。ゴールを達成していくためにはハイエフィカシーがもう不可欠であるということですね。ですのでぜひこの動画を通してですね、
しっかりとワークを実践し、そしてできれば、まあ、自分もそうなんですけれども、いつの間にかウォントでやってるワークってワークじゃなくて習慣になっていくんですよね。で、気づいたらやってる、当たり前のように空気を吸うようにやるという、そういうワークを実は自分の中にいっぱい取り込んでるんですけども、それを皆さんに一つ一つご紹介していきたいなと思って今回の動画シリーズを企画しましたので、ぜひうまく活用していただきたいと思います。ということで、今回はですね、エフィカシーの基本を理解していただいた上で、まだまだ説明するべきポイントはたくさんあるんですけれども、この動画シリーズの中でまた2本目3本目と、連続で動画を配信していきますので、そこで、いろんな要素を確認していくことにしたいと思います。ということで、1本目の動画としてですね、後半のワークをご紹介していきたいと思います。